この歌を知るだけで聞きたくなる。 We are HBC 北海道ラジオステーション。この歌を見るだけで楽しみになる。番組 MC もともとアニメソングの歌手らしい。朝番組広し25年朝日おきらしい。売り子売りの女子アナ脱が一番得意らしい。音楽好き DJ 昔バリバリリーゼントだったらしい。モンスケは最近仕事少ない。実はラジオ局一番テレビの台数少ない。カメラない報われないガチメイク。癖になる癖になる、これは聞きたくなりそうじゃん。周波数は札幌128.7ラジオかラジコかで、これは聞きたくなりそうじゃん。心の痛みには HBC 聞く。スタッフは人数違うんだよ。テレビ20人ラジオ1人。ラジオのコピー機すぐ壊れる。シュレッダー2ゴミ満杯。打ち合わせ盛り上がって放送の2倍も喋りすぎてる。これは全部裏側。これを聞いて得する中途半端なメール書くよりも初めてメールですのが実は採用されるなんて噂レベルの話。 CD 割れ込むつかりでもなるかなくなるの業務連絡借りた人は返してね。女子アナのデスクめちゃ汚れている。野球中継つらいのは実況アナのトイレ我慢。中継者いた者みたい派手すぎる。癖になる癖になる、これは聞きたくなりそうじゃん。 91.5 は FM 放送。ラジオかラジコかで、これは聞きたくなりそうじゃん。ラジオはやっぱり HBC だよ。 癖になる、これは聞きたくなりそうじゃん。ラジオはやっぱり HBC で、ラジオかラジコかで、これは聞きたくなりそうじゃん。ラジオは不安を軽減。